八木総重郎や木総重郎9月7日から1981年2月5日は日本の政治家、実業家、山口県出身、明治大学専門部長科卒業。1923年、フソが代々経営していた八木五福店、現地き屋ホールディングス。百貨店は山口伊津屋が継承に入社。1937年、地き屋。 ヤギトリシマリー役社長、山口県会議員、同参事会員を務めた。1942年、翼山政治体制協議会から出馬し、衆議院議員に当選。山口商工会議所会頭も25年間にわたり、務めるなど、戦前戦後にかけて、山口県政治、経済の中心的役割を担った。戦後は、公職追放を経て、 NHK 経営委員など、公職の傍ら、岸信介首相の講演会長として、岸政権を側面から支援した。八木家は、八木五福店創業後、八木総十郎という名を創業家の当主が代々名乗り、二代目、八木総十郎は1907年に、山口商工会議所の前身の山口実業、談話会を設立して、初代会長となり、 1929年に、市政施行された初代山口市長を務めたほか、県会議長も務めるなど、代々山口県政財界の中心として活躍した。また、ちまき屋は、章と山口の景観をデザインした先駆者的存在であった。ありがとうございます。